眼科医の平松です。今日はいわゆるこの目の健康法、民間療法に頼りすぎてしまった人の末路についてお話しようと思います。すごく役立つ情報を、YouTube に書いてくださった方がいるので、そこをシェアしたりとか、私の見てきた患者さんの経験とかを含めてお話しするので、こういうことがあって、もし民間療法とかなんかやる場合って、ここに気をつけなきゃいけないのかっていうことを分かっていただけるかなと思います。で、今日のお話を聞いておくと、それによって失明したりとか悪くなるのを防ぐことができるので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。いただいたコメントをお話していくと、いいと思います。おやすさんですね。なんか面白い名前ですけど。ブドウ膜炎で続発緑内障と診断され、自分の感覚ではポスマンシロスマンに近いんですけどって、目薬をしてたんですけど、眼圧が下がらなかったので、眼科専門と、宣伝された針治療を受けました。1年くらい、したところで視野が悪化してきたので、結局、線維柱帯切除術を受けました。もっと早く手術を受けておければなぁと思います。40代で老眼になってきて、もともと遠視や、偶角も狭く、若い頃から視力は良くて自信があったんですけど、メガネなしで無理して近くを見ようとして水晶体が厚くなり、さらに房水の排出が悪くなったと推定されます。身体的形状による眼圧上昇なので、外科的手術するしかなかったのかなぁって思います。東洋医学は全体的な体のバランスを整えるものだと思います。一時的に良くなった段階でのコメントはよくありますが、最終的に、完治しましたというのは滅多にないと思います。手術はやっぱり、嫌なので、どうしても、藁をもすがってしまう状態となってしまいますねっていう、コメントをいただいたんですよ。で、実際、こういう方ってすごくいらっしゃって、私も、いわゆるこう、サプリメントであったりとか、マッサージであったりとか、はたまた呼吸法でこういう風に良くなりますよっていうのをご紹介してますので、それは別動画で見ていただければと思うんですけど、ここでのポイントは、あくまで医学的治療を避けるためにそれは使わないでほしいってことです。例えば、手術が必要なんだけれども、サプリメント、漢方、東洋医学、マッサージ、これがあるから手術はちょっとこれの結果が出るまで待ってくださいっていうので、今回みたいに本当に悪くなっちゃう人っていうのを今まで本当に何人も見てきました。で、もちろんね、その時点でいわゆる手術を受けてたから絶対大丈夫だったんですかって言われると、確かにそれはわからないですよ。なんですけど、少なくともここまではならなかったねってことが多いんです。で、結構東洋医学の先生とか、東洋医学でもちゃんとしてる先生は西洋医学をやめないでって言ってくれるんですけど、もういいからうちに任しときゃ大丈夫みたいに言う人は、ちょっと気をつけた方がいいと思います。ちゃんとした東洋医学の先生とか、ちゃんとしたマッサージの先生もいるんです。いるし、もっと言うとそういう人の方が多いんですけど、ダメな人の方が、強い言葉を言えるんですよ。これは、なかなか難しいところで、例えば本とかも作るときも、でもこれで絶対治りますみたいに言った方が、なんかこう、信じたいじゃないですか。で、説得力も強いじゃないですか。でも、ちゃんとした東洋医学とか、針の先生とか、そういう先生って、いや、これはあくまでサポートで、西洋医学をメインでやってくださいねって言われると、なんか弱いなと。こいつ自信ないのかなってなっちゃうんですよ。なので、いや、もう任しといて。私の針さえやっとけば、あなたは全部緑内障良くなっちゃうから、目薬いらない。手術いらない。全然そんなほっといて。って人の方が、なんかこう、自信ありげに見えちゃうっていうところがあって、ちょっと問題。あとは、マッサージをすれば、もう全部良くなっちゃうから、もう OK、OK って言っちゃう人の方が、なんかこう、強く見えるんですよね。で、言葉もわかりやすい。で、ちゃんとした先生の方が、歯切れが悪くなっちゃうんですよ。なんですけど、ちゃんとした先生は歯切れが悪いんだけども、そっちの方がまともだし、ほとんどがそういう人であると。たまにこういう目立つことがあって、残念ながら悪いことになっちゃう患者さんがいるので、気をつけていただければなと。だけど、これをもって医者が、もう東洋医学なんか全部悪いんだとか、マッサージは全部しちゃいけないんだとか、サプリメントなんかもうそんなもん飲むから悪いんだっていう医者もいるんだけど、それも言い過ぎだよねって思うんですよ。これは私の個人的な見解。なんでかっていうと、もしかしたら効くかもしれないし、効かないかもしれないじゃないですか。また効かないかもしれないけど、でも効くこともある、可能性はあるわけで、それを全部否定したら、今後の全ての可能性を否定してしまうことになるので、そういう意味で、そういうのもやったらいいんじゃないですか。もちろんね、これ絶対やらない方がいいってマッサージもあるんですよ。それは、まあ、また別動画でアップしてますんで、これ絶対見といてほしいんですけど、結構ね、こう、圧かけたりして、これまずいなって、眼圧むしろ上がっちゃうなってマッサージもあったりするんですけれども、そうじゃないもんであれば、まあやっていただいていいんじゃないですかっていうことが多いので、まあ、なんていうかな、その方が精神衛生上もいいですよね。要は、いや、いいから私の言うことだけ聞いてりゃいいんだ。目薬して手術して、それでダメならしょうがねえだろうって言われると、なんか、ね、患者としてこう、やるせない思いもあるじゃないですか。でも、いや、あなたにできることはこういうこともあるんですよ。ただ、ね、もちろん、全部それに頼りっきりで、マッサージだけで、手術しないのはダメですよ。こっちをやって、もちろん、やるものは言ってください。ね、これだったらいいです。これだったらダメですって言いますからって方が、まあなんかこう、気持ち的に落ち着きますよね。っていうこともあって、私は、そういう、まあ、ね、すごい強い、証拠があるわけじゃないものも一応お勧めしたりとかご紹介はしてます。だから、それをダメだっていう医者もいるし、その意見はわかる。わかるんだけれども、私はバランス派というかな、ほどほど派です。その東洋医学なんとか全部ダメっていうんでもなければ、東洋医学とかなんとかで全部治るって派でもなくて、まあ、両方使ったらいいんじゃないっていうのが私で、かつ、ダメな東洋医学も一定ある。東洋医学というか民間療法も一定あるので、これは避けてくださいっていうのは、いくつか動画アップしてるので、それちゃんと見といてください。それはやめといてっていうのはあるんですよ。なので、それを気をつけていただいたりとか、サプリメントとかも、これはいいよとか、こっちの方がおすすめだよっていうのはあるんだけども、そういうのを見ないと、なんかめちゃくちゃ高いので、おすすめしてるサプリメントちょっと高い。月3、4000円しちゃうんだけども、もっと怪しいのがたくさんあるので、それよりはちゃんとしたのを飲んだ方がいいんじゃないかなっていう個人的な意見があるので、ぜひぜひそういうのを参考にしていただいてやっていただけると、今回のね、おやすさんっていうのが、もう本当にこうやって自分の実感を言ってくださったんで、私の患者さんでも、あの時こうしていればって患者さんは多いんですよ。で、残念ながら、このおやすさんみたいな感じで、オープンに発信してくれる人ってあんまりいないんですよね。これをしたら良くなったみたいなことを発信してくれる人っているんだけども、あんなことするんじゃなかったとかそういうことってなかなかちょっと発信しづらいところもあるし、あんなことするんじゃなかったっていうのは違うか。要は東洋医学が悪いわけじゃなくて、東洋医学で西洋医学をやめるんじゃなかったっていうのが結構重要なんだけど、なかなかそれが発信する人がいないので、ぜひぜひ、これを見たあなたで、そういう経験がある方とか、なんかこういうことがお友達でもあったよっていうのがあったら、コメント欄とかにも書いていただければなと思います。あれは良くなかったっていうのはね、ちょっとディスリとかになってしまうので良くないので、あれで、治療をやめちゃったからこうなっちゃったんだみたいな経験があったら、ぜひぜひ書いていただけると、治療を他の患者さんが続けるモチベーションにもなりますし、私も頑張ろうってなるので、ぜひぜひ書いていただければと。こんな感じでいろんな情報をアップしてきますし、疑問質問あったりとか、経験があったらコメント欄に書いたり、あと、高評価ボタンも押していただければ幸いです。よろしくお願いします。